前澤さんの YouTube 見ました？前澤さんの皆さん。すごいですよ。なんか宇宙の中でなんかいろいろやってるのと YouTube にアップしてて、まあ俺もちょくちょく見てるんだけど、すごいっすね。宇宙 YouTube ってすごい。そう、今日の夜からお金配りらしい。配信でやるか、前澤さんからお金もらうっていうね。いくら、前澤さんからお金いくらもらえるかやってみたっていう。はぁ、前澤さんほんとね、1億ぐらいくれないかな。どうもこんばんは。はい、ということで。どうもー、どうもー。美容室行ってきました。ということでね。皆さん、お金配りスタートしましたよ、前澤さんの。美容室行ってきました。でね、ちょっと噂によるとね、今ちょっとね、重くて、あんまできないらしいんですけど、今やってみたいと思います。なんか、下は500円、上は1、なんか100万円とかなんとからしい。やっぱ予想あってたね。高くて100万円だろうなって、創業税の関係で。よし、じゃあやってみますか。前澤さんのこのね、ツイッターから、前澤さんのこのツイッターからね、行きたいと思います。つながるかな？お。前澤友作お金配り。抽選に参加。ちょっと反射して見えない。いきます。抽選に参加。ドン。お、来た来た来た。つながるじゃん、今。すいませんね。もう大丈夫だと思います。こんばんは。ということで、どうやらこれを見る感じ、最低500円、最高100万円っぽいっすね。うん。はい。だ、分かったよ、それ。うん。うん。いや、これは、皆さん。最低500円、最高100万円らしいですよ、これ、当たるのが。こんばんは、どうも。あ、モカリンさんからなんか届いたみたいで、ちょっと、あ、後で見ますね。ちょっと、親が、なんか、受け取ったって言ってた。俺まだ見てないですけど、なんか。あ、KP どうも。うん。ちょっと帰りラーメン食ってきたんでね。どうやら最低500円、最高100万円っぽいっす。こんばんは。500円、1000円、5000円、1万円、10万円、100万円。まあ、これのうちのどれかが当たるんでしょうね。まあ、普通に考えて100万円って多分相当な確率だろうね。普通に考えて。ほぼ500円なんじゃないですか。SMS 認証がうまくない。本当ですか？ちょっとこれ久々にいいネタだし、ちょっと閲覧伸びてくる気がするんで、もうちょっとだけ引っ張っていいですか？なんかこれさ、だってさ、引いちゃったらもうなんかこうおしまいでしょ、このネタ。10分ぐらい引っ張っていいっすか？10分ぐらい引っ張っちゃダメっすかね。ダメでしょうか？いや、ちゃんと枠内にはちゃんと引くんで。私は500円が当選しました。マジ？だって今だってこの感じさ、これさ、引いちゃったらもうおしまいでしょ、だってこれ、この閲覧っていうか話題っていうか。ちょっと引っ張っていいっすか？いや、ちゃんと弾きます。ちゃんと弾きますんでね。ちゃんとカメラの前で弾くんで。その画面にどうやっていく？前澤さんのツイッターから行けますよ。
前澤さんのツイッターから、前澤さんのツイッターのつぶやきツイートからいけます。はい。一応紹介しましょうか、配信画面で。前澤さんの、ちょっと待ってね、ちょっとだけ引っ張っていいですか。いや、ちゃんと引くんで。ということでね、前澤友作からお金もらいたいと思う。でもこれあれでしょ、なんかさ、やっぱ俺の想像通りだったな。まだ引いてないんですけど、やっぱこのキフタウンっていう、なんかおそらく新しい、その何ですか、おそらく新しいさ、そのペイサービス、うん、ペイペイみたいな、なんかそういうサービスのステマみたいな感じでしょこれ。うん、で自社のなんか、だから相性だから、前澤さんが運営してる会社のあれなんでしょこれ。だからそういう、なんかこういう、なんていうの、前澤さんがお金配りという項目で、なんかこう、その、キフタウンっていう新しい、なんかその、まあ、多分途中で名前変わるかもしれないけど、そのペイサービスを多分やるんじゃないの。それのステマなんじゃないこれ。うん。結局。そうっすよね。だからさ、結局さ、既存のなんかそういう自己アフとか通してもさ、なんだろう。これあるじゃないですか。なんか、なんだろう、その、まあ、俺の予想通りだったね。ペイペイとかも最初に導入したらいくらかもらえるんじゃない？あとほら、クレジットカードとかもさ、結局さ、最初にお金配るじゃない？なんか、クレジットカードなんか最初にこう、導入したら何千円とかさ。で、なんか自己アフィ通せば、なんか合計でなんか1万2万とかもらえるところも結構あるからね。なんかそのクレカとかもそうだけど。アフィリエイトの収入プラス、そのね、その初回のなんかクレカのキャンペーンみたいなやつとか。で、要するに多分そういうことなんだと思うよ。入れない？俺入れちゃったけどな。はい。じゃあ、10分ぐらいになったら引こうかな。ちょっとだけ閲覧稼がせてもらっていいですか？ちょっとだけ。これもう引いちゃったら、だって一気になんかみんな終わりそうだもん。閲覧とか。はい。いいっすか皆さん。ここで俺のステマしちゃっていいかな。知らんけど。ということで、じゃあそろそろ、まあ、10分ぐらい経ったんでね、引きたいと思います。前澤さんの、いきますよ。じゃあちょっと光っちゃうかな。ちょっと光るの。じゃあいくよ。あ、やばいやばいやばい。500円1000円5000、1万円、10万円、100万円が新しいです。いきます！スタート！いきます！ドーン！はい！スタート！あれ？スタート！はい！お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 ！マジ！マジ！マジ！お！え？なにこれ？え？ストップを押すと金額が決まりますだって。あ、ストップを押して金額が決まるのか。このパチスロで鍛えられた目押し。あと9名の方、信号頑張って、ありがとうございます。頑張って100万円当てます。靴下ありやす。いきますよ。ストップで、このパチスロで、ちょっと待って、ケツが痒い。パチスロでこの鍛えたこのね、目押し力で。絶対そんな目押し関係ないだろうけど、絶対滑るから。パチスロと一緒で役が成立してなかったら4コマ滑るやつだから、ね。これ絶対、目押し関係ないですから。絶対これただのランダムっすから。いきますよ。100万円 !100 万円！さあ皆さんコメントでお願いします！ 100 万円コール！さあ皆さん、コメントで100万円コールお願いします！最高100万円当たるみたいです。100万円 !100 万円 !100 万円！さあ皆さん、100万円コールお願いします！ 100 万円 !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 100 万円！いきますよ！いきますよ！100万円 !100 万円 !100 万円100万円 !100 万円ドーン！あれ？あ、押せてないか。行くぞ！ 100 万円 !100 万円 !100 万円 !100 万円ストップ !100 万頼む頼む !100 万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 おぉ！一応このキフタウン、
誰にでも寄付ができるようになりました。だって一応インストールしとくわ。まあ後で登録するか、500円。まあちなみに例えばふわっちの場合、ハピタスを登録します。でここの 上のとこに検索のがあるんで、ここにふわっちと入れてください。そして検索ピンポン来た。またあの警察来たかな。え、あれなくない、ふわっち。ふわっちなくないっすか。うん、ふわっちないやん。ふわっちなくないっすか。どっから行ったんすか。うん、本当にふわっちあった。ある。あ、じゃあ検索で出てこないアプリのとこから行くといけんのかな。どうやって行けば行けます、そこ。アプリのところ検索だと出てこないらしいっす。多分また警察来たんだろうね。なんかイチャモン通報だと思いますけど、どんな通報したか知らないけど、うん、どうやって検索したら出てくる。どうやって検索したら出てきます、アプリは。新着のところ、ちょっと待って、新着、これか。うん、これのところに。どこだろうな。なくない。本当にあります。新着のとこにないっすよ。人によって違うのかな。人によって、でも検索で出てきそうだけどね。うん。俺出てこないけどな。出てこないね。どこだろう。何これ、安いってやつなんだこれ。おい、これ自分のこれ紹介コード貼ってない、お前ブロックするからな、次貼ったら。人んとこで自分のアフィリエイトやってんじゃないよ、マジで。火災保険。まあ、登録するときはね、この一言コメント、僕は今一言コメント打ちました。ここから登録してください。火災保険。出てこないけどな。はい、なんだよ、もうめんどくさいな。ちょっと待って、警察来たみたいで行ってきますね。また多分イチャモン通報だと思うんで、リスナーの。ちょっと待って。
とめんどくさいよな。もうやめよ、ほんとやめた方がいいよ、マジで。あ、KP どうも。イチャモン通報。あのね、まあ、俺が今前澤さんのなんかこういくら当たるかっていう配信してたじゃん、うん、なんかそれが視聴者がね、だからあのお金に関わる配信をしてるから犯罪の恐れがあるとかなんとかって通報したらしいの。もうイチャモンだよね。なんか俺がなんかそのなんか今あのね、あの自分その来た警察官があの自分はねそのあの配信ね、あなたの配信見てないから分かんないんだけど、それ見てる視聴者だと思うんだけど、それから配信でお金に関わる配信をしてるから、お金に関わったら犯罪にね関わるようなは、ことかもしれないから一応見に行ってくださいみたいな通報があったんだって。とんでもない虚偽通報っていうか、やばいでしょやってること。いや俺普通にさ、前澤さんが今お金配ってていくら当たるかなってやっただけで、まあ確かにお金に関することですよ。まああとはなんかアフィリエイトの紹介とかあったかもしれないけど、まあポイントサイトのね、別にこれ全部何の犯罪、何の法律にも触れないですから、やばないですか本当に。うん、何の法律にも触れないですからね。でまあもちろん法律に触れないから案の定、あのまあ、警察は一応そういう通報があったら一応来なきゃいけないっていうあれがあるから来てるだけで、これただ警察に迷惑かけてるだけだからね。本当にやめた方がいいっすよ本当に。これ警察に迷惑かかってるからさ、これ通報してるやつやめた方がいいよ本当に。うん、もういい加減さ、バカでも分かる、まあバカでもっていうか、別に警察にこれ電話してるやつって警察にあの別に迷惑かかっても知らねえんでしょ。うん、そんなお構いなしなんですよ。結局俺ん家に警察を呼ぶことを楽しんでるから。そう、あと警察が来たイコールその人が悪いことをしてる疑いがあるみたいな、そう印象操作したいんだろうけど、そう本当に俺が悪いことしてるんだったら警察すぐ帰んないし、なんだったら逮捕されるし。警察がね来てもすぐ帰るってことはそういうことなの。何の問題もないのよ。うん、それだけのためにね、それだけのために毎回毎回警察を呼んでるって、これ迷惑だと思わないんですかって話ですよ。そこに気づいた方がいいですよ。問題あったら警察こんなすぐ帰んないですから。毎回毎回すぐ帰る、つまりは問題ないのよ。つまりは問題ないことで毎回毎回警察は一応通報があったら来なきゃいけないから、問題がないことで警察を毎回こうね出動させてんの、俺んちまで。これって警察に対する迷惑行為だと思いませんかっていう話なのよね。うん、ほんといい加減気づいた方がいいよ。 LINE って何、うん、